野崎チャンネル。ちょ、プロ野球開幕1ヶ月総チェック。はい、1ヶ月終わりましたけども、最初俺予想結構当たってたけど、当たってますね。パリーグもソフトバンク、ロッテ、うん、でまあ日本ハムだったりね、こう楽天だったりオリックスだったりがして、まあ、ちょっと西武がね受け取ってくれてたけど、でセ・リーグもね阪神、巨人、DeNA、うん、最初上位だったしで、ね、結構当たってたけど、なんかちょっとバラッパラッパラッパラーなってきてるね。そうですね、うん、まあ、ここでね、はい、開幕1ヶ月経ったんでね、これ1ヶ月はもう開幕ダッシュとかじゃないからね、1ヶ月だから、うん、ゴールデンウィークに向けて皆さんがねゴールデンウィーク車の中でね暇な時もあると思うんだよ。それに向けて1ヶ月総チェックでね楽しんでもらおうということで、球団別セバともに1球団ずつで、はい、この1週間でね、うん、6個出してやりますから、はい、今日はね西武対阪神。おー、ね、現状西武今日ね、4月26日現在ですから、まあゴールデンウィークね明日から突入ですから、22試合終わって8勝14敗、借金6。今年あれ豊さん西武1予想だったよな。アギラとコルデロをこんなに打たへんって思わかったよなもうちょっと打つと思ったけど、だから最初ね、やっぱ西武最初ちょっと良かったのよ。これアギラとコルデロが打ってたからなのよ。あのアギラとコルデロと共に上がって、アギラとコルデロと共に下がっていってる。もうコルデロ行方不明アギラもあの打ったら勝つ、打たなかったら負ける。ちょっとね、あの打線がひどすぎるね。あのしまいには殿崎と源田もベンチスタートだったからどうするん、そこもおらんくなったらどうやって戦うん。正直チーム打率驚異の2割6厘よ。ダントツ最下位よ、2割6厘。もうすぐ1割台なんで、でホームランは11本で打ってる。当たったら破壊力すごいね。 OPS580 もうダントツ最下位で、得点圏打率2割2厘ダントツ3角最下位で、もうそれはもう勝たれへんで。それじゃあどうするので、代打成功率奇跡の0割0分0厘。いや0-0-0は恥ずかしいって。代打11回代打やってヒット0本、柵打った方が負けるいや笑い事ちゃうで。もしスタッフさん現役の時だったら、うん、今のセーブ相手だったらどういう気持ちで挑みますか。いやまあ、あの何とかして点取ろうっていう。だって点取られる心配ないやんそういうことですね、うん、だってえぐいよ、逆にえぐいよ。投手陣もやばいよ。だって防御率は 2.65 で、あの現状パ・リーグ3位なのね、うん、そんな良くないじゃんって思うやん、はい、先発防御率 1.91 だからね、驚異の。やばくない？唯一の 1.91 だよ。2位のソフトバンク 2.29 だけど、2部もいいんだよ、うん、でもちょっと リリーフが 4.33 と、ちょっと最近打ち込まれててね、まあ、カイノもちょっと2軍行ったりとか、俺の期待の豆田君もちょっと打たれてるからね、まあ、アブレイはいい感じだね、あと佐藤とかね、だからちょっと防御率悪いから、だからあの脅威のね、あのクオリティスタート 68.18、 ダントツ1、3回投げたら2回クオリティスタートで、それなのに8勝しかしてない。なんでなん、逆に聞きたいよな。しかも基本塁打5本って5本しかホームラン打たれてないんだよ。ホームランも打たれないんだよ。どうするよこれ。被打率 2.28 でも被打率は高いね。だからランナー出すけども点取られてないんだよね。援護率 2.72、 5位。で俺でもねずっと見てると思うの、セーブの試合作戦全くせえへん。もっともう、だから俺はもう装着でも言ったけど、泣くまで待とう、ホットドギスになってんね、泣かへんで、ね、動かな。やっぱこの連敗続いたりで、そうしないと打開できんから、やっぱ動くのはやっぱ不安あるんだよね。動いてね失敗したら余計点取れないからね、まあ、動かない方がいいんだけども。だとね、古賀ちゃんも怪我してね、まあ隅田に帰ってきてよかったよね、取っといてね、そこら辺はね、はい、で佐藤龍生もね、うん、サードで頑張ってるし、おかわり君もね、こう先ほどホームラン長打も出てきてるしっていうところもあるけども、必ず活躍しなきゃいけない源田と殿崎が、まあまあね、源田も2割3分5厘だし、殿崎も最初結構打ったかなと思うけど、2割2分1厘だからね、これ苦しいよね。アギラ2割1分ホームラン2本、西川もね最初良かったけどあんまりになってきたし、うん、岸もねやっぱいいと、だからやっぱいい時と悪い時の差が激しすぎるよな。そうですね、全体的に。古賀なんて打率上位の方だもん、うん、2割7分5厘いなくなるしな、うん、これきついな。もう作戦しまくるしかないで、本当スクイーズ、バント、エンドラン、盗塁、何しても点取りに行って、もうだから1点を守りきる野球やな、もうこれしかないよ今はね。そんないきなり打てって言っても打たれへんやん、厳しいなこれは。ちょっとだ、ね、うん、俺は監督でも打開策ないな。いやだからもう、だから西武がやらなきゃいけないことは、だからもう、だから去年のドラゴンズとかと一緒だよね。
だからもう一つだけなのよ。もう1対0で勝つ野球をするしかないわ。だからもうその1点を初回だろうと、最近の定、ね、定義とかスタンダードだったら、やっぱ初回はからバンドとか現代野球から離れてるとか、バンドするより打った方が点入るんですよ、いや佐々木ちゃんで見てくださいと、あのバンドした方が得点上がりますよっていうデータありますよっていうね、エビデンスありますよちゃんとっていうね、とかもあるし、1点ずつ行こう、ビッグゲームじゃなくて、もう、はい、もうランナー3塁行ったらもう初回からギャンブルスタート、サクネって行こう、だって待ってても点入らへん、だって得点圏打率2割2厘なんやから、黙ってても点入らへんよ。それだったらもうセーフティースクイズとか、それこそスクイズとか、もう初回からギャンブルスタートとか、もう常にセカンドにバントで送って、もしくはもうバスターエンドランとか動きまくって、なんとか得点圏にランナー置いて、エラーでも1点ずつでも、もうやっていかないと、それはもう打ったら勝てるじゃきついよな。しかもピッチャーいいからさ、ピッチャー悪かったらさ1点ずつ取っても逆転されるからってなるけど、ピッチャーがこんなに先発防御率1点なんぼなんだから、もう前半からもうそれこそ動きまくって、だってもう待ってても無理やで、4番佐藤とかもう4番も日替わりやで、戦力がもうそうね、いきなり今から3割打てとか言ってもそんな無理やん正直。だからもうそこに光を見ていくしかないな。でアブレイユにつなげて、なんとかその1点を守りきる野球だって、昨日か某高橋も良かったし、そうですね、やっぱ先発は竹内だって負けたけどいいピッチングしてるから、先発は形作ってるから、初回からもうバント、初回からバント、もう文句言われてもとにかくもう得点圏に、だってあの岡田監督ですら雨降って5回で終わるかもしれへんって言ったら初回からバントさせへんね。それなぜかっていうと5回でコールドになるかもしれないから、先1点取って優位に進めていくことによって、途中でコールドになっても勝つようにって言って岡田監督でもするわけだから、それを西武はもう初回から9回でも、でその1点を守りきろ、とりあえずそれやってみよ う、 そうです、ね、がいいような気がする俺は。今ね、今の今できだって、もう夢見ても仕方ないじゃん、今できることをしていかなきゃいけないわけだから、今できることで言うとこれが最善なんちゃいかって俺はね外から見てて思うけど、もうだから作戦しばらく動きながら、もう待ってても無理やで、エンドラン、バスターエンドラン、ね、盗塁、バント、セーフティー、セーフティースクイズ、ギャンブルスタート、3投、3投まで入れよ広島とか初期とか3投してくるからね、してきますよね、うん、そういうのも入れよ、好きあったら行こう、村上ですら3投いったんだよ、はい、アウトになったけど間一発で、だそういうのも全部入れて、もうちょっと新庄さん野球じゃないけど、ちょっと動きすぎるぐらい動いていって打破していこう、多分もうそれしかないと思いますけど、ファンの皆さんどう思います？佐々木はそんな考えです。ピッチャーがいいからね、逆にいいからこそできる作戦だから、そうじゃないときついよもう光ないよ、ダントツ最下位になるよ、それかもうすごいのすんごいの取ってくるしかないよね、ピッチャーがしかない、ね、だからいやメヒアが途中からホームランをなったみたいにメヒアクラス、あくじ引き引くまで取ってくるしかないよで続いて阪神、気づいたら首位、結局ね、結局気づいたら首位やで、どんだけ強い、チーム打率でも2割2分4厘だよ、そうですセ・リーグ最下でホームラン13本は1位、まあ、サトテルがね当たったら飛ぶからで、そうなかなか当たらへんけどね、 OPS622 これ2位、得点圏打率2割3分3厘4位、フォアボールの数85ダントツ1、やっぱここだな、で盗塁成功率5割8分3厘ちょっと低いな、まあ、点入らへんから動いてるんだろうな、動いてなんとかして1点取りに行こうっていうね、で、代打成功率2割9分5厘、さすが糸原原口、糸原口ね、ああさすがで、エラーの数8、まあ抑えられてるよね、そうですね、うん、阪神の割にって言ったら怒られるけど、うん、でチーム防御率 1.98 ダントツで先発が 2.42 リリーフ 1.06 えげつないリリーフ 1.06 やでどんなリリーフしと、基本塁打6本少ない、被打率2割1分9厘も少ない、援護点 2.96、 ここは 1,2,3 4位だからそんなに援護されてない、クオリティスタート率 73% ダントツ1、いやだからさ阪神みたいな野球しよう、西武は、西武ね、うん、ピッチャーいいからね、うん、だってまあスタッツ的に変わらんやん、うん、正直ね、うん、ホームランの数だって一緒だわけよ、うん、西武とだチーム打率がちょっとね2分ぐらい阪神の方が高いから、あと代打成功率もね高いからあれだけども、フォアボールが多いやん、85個っていうね、で西武で言えばフォアボールの数が62やね、阪神で20個も違うよ、だから1試合1個違うわけじゃん現状的にね、だからこのね西武がね阪神のやってることやろ、だって阪神もやっと先週かのあのカース・イモコの巨人戦、あそこで勝ち越して
あれで一気に状態上がってきた阪神、はい、それまでクリーンアップ全員1割台やで、ボロかせられてましたからね。めっちゃ、あれから森下も状態上がってきたし、でその後のね、あ、中日戦で、で横浜戦と来て上がってきて、大山も打つようになって、ちょっと悟るだけがまだ起きてへんねん、はい、あのもうここ疲れて落とされるっていう、あのもう、こんなこと言ったらあれだけど、あの入団以来多分ミーティングないんちゃうかって思うぐらい、サトテルのメイトなんですかね彼違う、相手チームミーティングないんちゃうかっていうぐらい、全員ここに入れたまあ落とすだけやね。それであった高め使って、あのもう入団した時から全チーム同じ攻め方されてんで、でそこを対応しよう。多分去年ぐらいも言われてましたこのチャンネルで。言われてた。その代わり無類の、あの変化球があの浮いてきたら強い。仕留めた、あの当たった入るからパワーあるから。ちょっとあるね。であと、まあ、近本中野も上がってきたし、木浪もちょっと上がってきたからね。そうですね。うん、そういったところではこの打順の周りっていうのが非常に良くなってきてるし、まあ、スタッツが示してる通り代打成功率もねめちゃくちゃいいから、やっぱあの原口とかそういったところもいいし。ノイジー出したらノイジーも当たってきたし、若手のね前替えもいい形だから、チームとしてもね非常にまとまってるし、先発すこぶるいいしな、青柳も今年ね良さそうだし、伊藤将司もいいし、で村上もねいい、西ね、大竹もね昨年と同様ねいい形でも投げれてるし、めちゃくちゃいいよな。大谷しかも打つんですよ。打つ、それやっぱりね六大学だから、早稲田だから、六大学唯一アマチュア野球で DH ないから、本当に誰とんですよ、うん、やっぱ六大学出身はねバッティングいい、ね、森下もいいや、いいっす、明治やから、うん、そういったところでね、柳もね、うん、柳もイメージだから、やっぱりね六大学のピッチャーはやっぱいいのよ、バッティングはね、で、リリーフもゲラもあのカットボールめっちゃいいしな、いや、いいですよ、うん、で、たまにで、まっすぐも投げるしね、そこのバランスで、だから岩崎がねきっちり8回いけるし、切り式ね、安定のですね、うん、でもうワンポイントだった島本ね、で石井もいて、梶谷ね、梶谷いい、ソフトバンクから来ていい味示してる、もう湯浅浜地の出てくる幕がなくなってきてる、あと岡留ね、岡留いい、このねバランスね、あのこのいろんなクオリティのバランスがあるから、それは防御率 1.0 ないリリーフ、だから正直びっくりするぐらいの野球をしてるわけじゃないんだよね、はい、いやなんか気づいたら勝ってるみたいな、うん、あとなんか負け勝ってるっていうかね、負けない野球っていうところがやっぱタイガースはあるんちゃうかっていうね、だから最少失点に抑えて引き分けで終わるとかね、うん、点取れなくても引き分けで終わるとか、1点差で勝つとかね、うん、あと集中打でビッグイニング作ってそれで乗り切って勝つとかっていうところがこの前半できてるから、最初ちょっと B クラスも一緒に行ってたけどな、気づいたら首位だもん、そうです、うん、西武はこの阪神見習おう、こういうねきっちりすることはきっちりするし、勝負するとこは勝負していくしっていうところがやっていったらね、タイプ的によく似てるからね、まあ、打つのはねちょっと選手のあれは違うかも分かんないけども、あの我ながらいい組み合わせだったら喋ってみて思ったわ、そうですね、うん、阪神強いわ、強いっす、うん、気づいたら首位やもん、でもこれやっぱり投手力やな、投手力がもたらした勝ちだね、やっぱ点取れない時も投打神やってるから点取れなくても取られないもんね、でそれで負けないっていうところが今のこのね引き分け3つしてるけど、やっぱそこが引き分け3つしてることがすごいよな、負けてないっていうね、まあ、その強さがね今後も阪神は続きそうやな、そうですね、ピッチャー1人ぐらいいなくなったところでおるからな、いやで、ね、こっからまた門別をまた先生に頼むかなみたいなことで、夏に向けてあるからな、それは下村君ゆっくりトミー・ジョン手術しても、ね、うん、チームとしては大丈夫だしな、でそこから復活してくれればね、2、3年後に向けてね別にいいから、ここからトレーニングしてね、もう西純也とか森木とかどうなったんやね、佐々木チャンネル一押しのっていう、ね、うん、湯浅とかほんとゆっくりしてたらね、うん、なくなるよね、2軍でも結構だれとんですよ、ね、うん、ほんとね上がね安定してきてるからね、しかもウルシアラも良かったし、ね、いやいやいいですよ何よりね、いや本当にロングリリーフね、うん、だからもうこれでもし本当打線も上がってきたからな、今連勝中だけど行っちゃうねこれ、そうですよ、ね、またチームリーダーのミエセスがリーダー今季チームリーダーじゃないですか、そうなん、はい、いる、ね、いる、早く皆さんのビールが進むように早く上がってきてもらえないかなおらんやろ、いや、ミエセスちょっと入るとこないんですよこのままじゃないよ、ないよ、代打枠もいるからだ右左、でも試合中インスタライブしてたらしい、そら
それは怒られるとさすがに、ね、うん、でもやっぱりきっちりフォアボールね、だからこのセーブも打てないんだったらフォアボール取ってね、はい、ランナー貯めてバントしたり作戦したりして点取りに行く野球がね必要になってくるかなっていうところもあるんで、まあそのね、できるできないは別として阪神の戦い方はいい見本になるんちゃうかっていうね。であとは1点差を逃げ切りがち西武はね、うん、だこれもし本当このまま動かなかったら行けても5位やで、いきなり全員がボコスが打ち始めるって考えづらいやん、うん、だから本当動いて動きまくらなかったら本当行けても5位やと思うから、まあ、早めだからねまだね、まだ1ヶ月終わったばっかりだからこっからその中で見極めたことをやってね、交流戦までにどうやっていくかが勝負だから、あとは阪神はもう思い切って交流戦までにもうちょっと引き離しておきたいよ ね、ちょっとまだギュッとなってるから ね、うん、ちょっと連勝連敗で変わっちゃうから、うん、ね、それはでも阪神も苦しかったけど1位にいるわけだからね、ここから調子の時にグッて引き離せたらね、交流戦楽に戦えるから、まあそこら辺だからタイガースは気をつけるポイントないね、今ないっすね、全くない正直あの1ミリもない、あの唯一の心配は里出るだけ出るね、だから岡田さんがどこまで我慢するかちゃうだけちゃう、あとは、うん、それによって、ね、どうなるかだけどもね、まあでも勝ってるからね我慢もできるところもあるからね、あんまり心配要素ないね、怪我人だけだね、セーブはどこまで動けるかが勝負かな、はい、まあ、そういったところでね1ヶ月2チームの総チェックでした